はい、じゃあ今日はね細胞の中にある小胞体ゴルジ体っていうものをちょっと見ていこうと思うんですけどゴルジ体って名前がすごいし何今日は2つ連続でやるのみたいなね,ねちょっとみんなびっくりしてると思うんだけど頑張っていきましょう。でその小胞体とゴルジ体っていうのはさ何やってるのかっていうのを理解してもらう前にねその前段階としてみんなちょっと理解してほしいことっていうのがあるわけ。 それ何かっていうと細胞の中ではねまずねタンパク質が作られてるっていう事実それをちょっと覚えておいてほしいうんそれどういうことかっていうとさまあみんなさあのまあ焼肉行くかな行くでしょ焼肉行くとね僕ね実はあの牛肉あんまり好きじゃなくて豚肉を食べるんですよでもたまにね牛肉ももらって食べるんだけどあんまりだなみたいなうん 牛肉肉と豚肉って味違うじゃん、ね、でも牛肉も豚肉もタンパク質で作られてるよね。うん、じゃあその違いって何で起きるかっていうと実はちょっと細胞を見てもらうと細胞の中ではその核の中にタンパク質どんなタンパク質を作るかっていう情報が DNA って形で実は入ってたりするわけ。うん、そうするととと牛牛肉の細胞と、まあ牛とね、豚では 細胞の中でそのタンパクどんなタンパクを作るかっていう情報がそもそも違ってたりするから実は牛肉、豚肉って味が違うつまりタンパクの構成が違ったりするわけだからまあちょっと難しくなっちゃったけども僕が言いたいのは細胞の中ではいい細胞それぞれが特徴的なタンパク質を作っているってこの事実これをまず理解しておいてほしいただそのタンパク質っていうのはいい 牛肉と豚肉みたいに細胞の中にストックされるタンパク質もあれば細胞の外に出されるっていうタンパク質もあったりするのじゃあ例えばそういうタンパク質って何かっていうとね口の奥は食道っていうのがあってその食道のさらに先には胃っていう部分があると思うんだよね。でその胃の部分ではみんなが物を食べるとさ知ってると思うけど胃液ってやつが出るじゃない。 そ,うそ,うその胃液が出ることによってさっき焼肉言ったよね豚肉とか牛肉って消化されるわけなんだけど何で消化されるかって言ったらその胃液の中には消化酵素っていうタンパク質が入ってるの。そうすると胃液の細胞は細胞の中で作られた消化酵素っていうタンパク質を細胞の外つまり胃の中に分泌することによって胃の中ではその肉がどん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 消化されてるってことがあるでしょ。だから 今日のテーマっていうのはそういうふうに細胞の中で作られたタンパク質が細胞の外に出るときにどんな機構を使って細胞の外に出されていくのか消化酵素みたいにねそれが実は今回のテーマの小胞体ゴルジ体っていうものが関わっていてじゃあどう関わっているのかってことをこの後にやっていきたいなっていうふうに思います。はいいいじゃあねいよいよ ゴル体体と小胞体ちょっと見ていきたいんだけどいいですか今日さ2つもやんなきゃいけないからさしっかりこうどういう状況かっていうのが分かってないとさ理解できないんだよだからねみんな想像してくださいね想像してくださいよみんなは今胃の細胞になりました、うん、胃の細胞であるみんなは肉を分解するために消化酵素っていうタンパク質を自分の体細胞の中で作ってるわけ。 でその自分の体の中でできた消化酵素は自分の体の外つまり胃の中に分泌されないとそもそも肉を分解できないでしょでしょじゃあみんなが胃の細胞になった時にその胃を持っている人ねが肉を食べました。で肉が口を通って食道を通って胃まで到達した時にみんなの 体つまり細胞の中ではどうその消化酵素が細胞の外に出てくるのかっていうところを細胞単位で見ていきたいじゃあ細胞ちょっと見てくださいそうするとこれは簡単に言うと胃の細胞だよ肉がこっっちからボーててきてできでたた消化酵素を外に出したいじゃあ出すためには細胞の中のどういう構造が重要かっていうことで紹介したくてここの部分を大きく拡大してみます そうするとねさっき引きで見ていた時は割とシンプルだったに大きくしてみたらいろんな構造があるの分かるでしょでまあ拡大してるからまあちょっと分かりづらい人もいると思うので一個一個ちょっと見ていくとねまずこっち側にあるピンク色の部分は当然これは角です。で角から一番遠くにあるこの黄色の際の部分これは 別に何もないわけじゃなくてこれは細胞膜ですだから細胞の中でできた消化酵素まあ言ったらタンパク質はこの細胞膜を通して外に出なきゃいけないんだよねだけどもそのタンパク質ができるっていう本当のスタートは何かっていうと実はこの核の中にある情報がまず核の外に出てくるってことが重要になってくるのそうすると消化酵素を作るための 情報が核の外に出てくるのかね。それが実はここのいいですかここの緑のところに行く。だけどこの緑のところが緑の丸い部分が乗っかっているこの円字の部分でさこれが今日言いたい消耗体なんだよね。 じゃあちょっと前後してしまったけど小胞体の上に乗っかっているこの緑の部分は何て言うかというとこれのことをリボソームいいうふうふに言いますだからもう一回言うよもう一回言うよ。いいそうすると核の中でまあその消化酵素を作るための情報は小胞体の上に乗っかっているリボソームっていうところに行って消化酵素であるタンパク質が作られる。 そうするとそのの作られたタンパク質は小胞体のところろにちょろってこう移動すするるんだよねそうすると移動して小胞体の中を実はさらに輸送されるってことになるわけそうすると輸送されたその消化酵素タンパク質は実は次のこの緑のこの部分この部分に輸送されてくる移行してくるんでねそうするとこの緑全体分かりづらいから赤でこう囲ってしまうけどこれのことをゴル自体っていうふうに言います。 うん、そうすると、ね、ここで消化酵素がゴルジ体に移動するとゴルジ体の中でもその消化酵素はゆっくりゆっくりだけど移動していきながら最終的にゴルジ体のこの端っこのところがパツって切れる感じで消化酵素を含んだこの小さなカプセルみたいなものができたりするの。うん、そうするとこの小さなカプセルのことを何て言うかっていうとこれをゴルジュ消法っていうふうに言うわけ。 これで準備が完了なんだよいい消化酵素を蓄えた状態じゃあみんなは胃の細胞だったよね肉がグーってきては消化しなきゃいけない肉がきたなってなった瞬間にゴルジ商法の膜と細胞膜がここで融合することによって中身の消化酵素がブワーって細胞の外に出されることによって肉がこの酵素で消化されてくる。 ってことになるわけ、ね、意外に壮大でしょだから核から細胞膜の間に小胞体ゴル自体っていうものがこういう順番で並んでくれてるおかげでこのリボソームって表面のところでできたタンパク質は細胞の外に分泌されるってことが可能になってくるんだよ。だから小胞体ゴル自体っていうのは今の現時点で言うとまあ運送屋みたいなね タンパク質の運送屋みたいなちょっと働きをしているのかなそんなイメージでいいかなというふうに思います次はじゃあもうちょっと詳しく小胞体ゴル自体の働きを確認していこうかなって思いますはいじゃあいいですか細胞の中で作られた消化酵素のようなタンパク質がね 細胞の外に出て、まあ、そうでなないいと働かないよねじゃあ細胞の中でどういうふうな気候を通って、まあ、運ばれてくるのかっていう話はさっきの前の段階でねちょっとざっくりは言ったんだけどもう一回復習も込めて詳しく見ていくからね、うん、じゃあいくよいい。細胞全体ではなくて細胞の一部をちょっとこれ切り取って持ってきたわけだけどでもここは核だし核のすぐ外にいるのが小胞体だし。 その次にあるのがゴル自体でこの最後の黄色い部分が細胞膜だよねうん。そうすると細胞の中でタンパク質ができるっていう本当の本当のスタートっていうのはタンパク質の情報が入っている実は核なんだよだからここであえてね核は何やってるのかって言ったらそのタンパクの情報が入っているってことでまあここには情報ってちょっと書いておこうかなうんうん そうすると核の中のその情報が角膜の隙間の角膜庫を通っていくとこの小胞体の表面にある緑色のリボソームってところに達して確かタンパク質が作られるんだよね。だから核から小胞体に行く途中でい回タンパク質が合成される。と ここで合成されたタンパク質は小胞体のところにちょろって入ることによって中を移動しながらここでできたものの中を移動しながらどこまでいくかっていうとここまでいくと。ねじゃあここ何ゴル自体。だから小胞体を一言で何やってんのっていうふうに言われたらそれはいいい輸送っっててことになってくるわけただ輸送は輸送でいいんだけどポイントはね できたタンパク質をゴル自体まで輸送するそこが重要なんだよどこに送り届けるのかねしかも何をタンパク質をいいよねだからここはゴルジ体いいよねじゃあ消耗体によって運んでもらったタンパク質はゴル自体に来るとさっきの前段階の話ではこの中をゆっくりゆっくりまたこの中も輸送されるよって言ったと思うんだよ。 だけどここがちょっとポイントでいい輸送されてゴルジュアに達してきたものは移動しなががら濃縮されるるってことがあるわけだからここからこっちに行く時にちょっと濃くなってここからさらにここに来る時もさらに濃くなってすんごく濃くなって濃くなって濃くなった状態のものっていうのをここがパツって切れることによって最終的にゴルジュ商法っていう商法の中に パッケージングされててくるるってことがあるわけだからゴル自体っていうのは何をやってるかっていうふうに言われたらこれは一回濃縮をしているっていうところまで考えてほしい。で濃縮をされてもう一回言うけどもここでゴルジ商法っていう形にパッケージングをされるから最終的に一回い,い,かい 細胞,外へと細胞外へと分泌が可能になってくるのだから中でタンパク質ができたら適当にポンって外に出せるわけじゃなくてこういうプロセスを経てゴルジ商法っていう形になってこないと細胞外は出すことが実はできないんだよ。だけど 流れは分かったと思うんだけどみんなのテストのことを考えるとねもう一個言いたいことがあるわけ何かっていうとゴル自体ねすんごくシンプルにちょっとね手書きでや,やらせてもらったんだけどこれを電子顕微鏡で実は見てみるとどんな感じかっていは,はい、こんな感じになるのね、似ても似つかないでしょなんだこれ手抜き手抜きみたいな頑張ってるんですけどね手抜きに見えちゃうと思うんだけどこれねスパッと切ったここの断面を上から見ているみたいな感じになってるから こんな感じでちょっと書かせてもらったのでも実際はこういうふうに扁平な膜がこういうふうに並んでゴルジ体っていうのは実はできてたりするのだから上から来た小胞体から運ばれたタンパク質がこの扁平な中をだん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 移動して濃縮されていきながら最終的にゴルジ小胞っていうふうな形でパッケージされるいいよねなるほどね形とともにちゃんと覚えるとじゃあポイントいきます小胞体は リボソームっていうところで作られたタンパク質をいゴル自体に輸送をする一言で輸送でもポイントはゴル自体へ何をタンパク質をいいよねじゃあゴル自体は何をやってるかというと運ばれてきたタンパク質を移動させながら濃縮をしていくで最終的にゴル自商法に入れるパッケージをしていく。いい一言で言でったら 輸送だし濃縮だし、ね、生物やってる人のダメなところはここしか覚えないんだよダメ全体としての流れの中で何をどこに輸送してるのか、ね、じゃあゴルフイは濃縮だけど何を濃縮してるのかそこまでちゃんと理解をしてほしいなっていうふうに思います。ですかお願いいしますははい、今日はね 2つの細胞小器官をやってるからさなかなか重たい内容だったとは思うんだけれども問題を通してちょっと確認をしてみたいねだけど実際その問題を通して確認する内容としてはそんなに複雑なことは聞かないんだけどみんなに意識してほしいのは学校だとこうやって聞かれるっていうところつまり問題の出し方っていうのをちょっとポイントを置いて見てほしいわけじゃあ見るよ。新細胞内にあるタンパク質の分泌に関わる細胞小器官にについいて次の問いに答えなさい 僕なんかだとここに「分泌」って言葉が出た瞬間にあ今回は小胞体とゴルフイの話かななんてすぐ出てきちゃうわけよ。ね、で実際1図は送られてきたタンパク質を濃縮して細胞外へ分泌する細胞小器官を表してているる、ね、これれねなるほどど送ららきたどこから、うん、小胞体かなみたいな。ね、でこの細胞小器官の名称は何ですか、ね、もうさっきのやつでももう言ったと思うんだけどこれ。 でねこういう形式っていうのをちょっと意識してほしいっていうふうに言ったのは何でかっていうと絵が書いてあればさゴール自体って多分答えられると思うんだけど実際の問題はねこれない場合も結構あるわけ。ね、だからそうするとさこの文章だけでちゃんとゴール自体っていうためには何て言ってもここの「濃縮」っていう言葉を見落としてはダメなんだよ。だから 脳タンパク質を濃縮するって言われた瞬間にあこれかもしれないなみたいな感じで意識してほしかったのだから形式を覚えてくれって言ったわけ、ね、じゃあ次2番目分泌するタンパク質を括弧つまりゴル自体まで輸送する細胞小器官の名称を答えなさいゴル自体は急にタンパク質がどっからか降ってくるわけじゃなくて核からの情報っていうのが タンパク質を作るリボソームでまああの、まあ、タンパク質が作られるとそれがゴルタイまでどこを通して輸送されるのかそれを聞いているわけだよね確かそれは小胞体だったでしょねいい答えとしてはすごくシンプルなんだけどみんなはここの 濃縮とか輸送とかこういう言葉から想像してこういった細胞小器官が導き出せるようにちょっとしてほしいなっていうふうに思いますはいじゃあ最後にね細胞の中でできたタンパク質が細胞の外に出て働く場合にどういうふうな経路を通ってどういう部分でまあ輸送されて分泌されてくるのかっていう話を やります、ね、まとめます。とめで今日のテーマとしては小胞体とゴル自体ってことでまあやらしてもらったんですそれが関わってくるんだよね。じゃあもう一回確認するよ。核の中にそのタンパク質を作る情報が入っていてそのタンパク質が小胞体の表面にあるリボソームって呼ばれるところで合成されてくるタンパク質が合成されてくるとそれが小胞体に移行して小胞体では ゴルジ体へそのタンパク質が輸送されてくるポイントとしてはゴルジ体に輸送するんだよってことこそうすると運ばれてきたタンパク質っていうのはゴルジ体の中をゆっくりゆっくりゆっくり移動しながらただ移動するだけじゃなくて濃縮をされてくるってことこそうするとその濃縮をされたタンパク質っていうのはすんごく濃い状態でゴルジ商法っていうこのカプセルみたいな状態にパッケージングされてくる。 そうするとパッケージングされると初めてここのゴルジュ消耗の膜と細胞膜は融合することができて中身のいったらえっとタンパク質が細胞の外に出すことが可能になってくるだから細胞外の分泌以ねこの流れとともに今日のテーマである小胞体ゴルジュ体は一体何をやっているのかっていうのをシンプルにちょっとまとめてみるとこんな感じ。いいリボソームで作られたタンパク質をゴルジュ体に 輸送すする小、ね、体ですゴルジ体っていうのは小胞体によって運ばれてきたそのタンパク質を濃縮して最終的にカプセルゴルジ消耗っていうカプセルに入れるパッケージングするねだからここは濃縮いいシンプルに言ったら小胞体は輸送だしゴルジ体は濃縮だし それを経て初めて中でで作られたタンパク質は細胞外に出すことができるんだ、ね、そこを今日は中心にやりました、ね、だけどいい問題の形式を考えてゴル自体っていうものはこういうふうにシンプルに書かれていることもあればいいこういうふうに電子顕微鏡の写真でよく出てくることもあるからこれを見た時にこれ何シンプルにゴル自体じゃあこのゴル自体はどんなことやってんの 濃縮やってんだよ。みたいなそこまでこう連鎖していえるような感じにね。あの覚えていってほしいなっていうふうに思います。いいですか？はい、お願いしますね。この2つ。